third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. はい、新型プリウスじゃないですか。ジールの新型紹介しましょうのコーナーです。お久しぶりです。そんなコーナーありましたっけ？あったで。あったんですか？ありました。はい、今回新型プリウスの紹介ですね、はい。これは弊社の在庫にはなるんですか？在庫。お、入ってきたんですね。一応まあ、今回の YouTube とかもそうやし、はい、できればちょっと走行レビュー動画も撮ろうかなと思ってるんで、はい、まあ、ちょっと楽しみたいから年明けぐらいにはもう売ろうかなと思ってる。年明けぐらいに販売します、はい、みたいな感じですね。はい、あのまた販売開始するってなったらまた動画上げますんで、はい、1台しかないんで、はい、パールホワイトのモデルスタコンプリート入ってくるとか言った感じ、はい、今これ新型プリウスのパールホワイト入ってくるって言ったらダメなんですか？いや、お前は俺の声イヤホンで聞こえてるけど、お前の小声の声は俺に聞こえへんから。そうでした。そうでした、はい。まあ、ホワイトパールもあの注文入れてるんでいつ入ってくるか分からないんですけど、はい、あの発注は入れてます。お、はい、でもう今これグレード Z っていうグレードやねんけど、はい、もう3年待ちらしい。3年待ったんですか？じゃあ待ってない。まあ、発表されてから3年も経ってないプリウス発表されて、ジルさんどうします、注文入れときますって煽られて、はい、別にお客様おらんけど、はい、ノリで注文しましたね。多分ノリで注文する車じゃないんですよね。カラーもせっかくなんで、はい、この新色のアッシュ。いや、なんかすごい色してますね。まあ、動画のネタになる、はい、うん、しかもこの色めっちゃええわこれ。いや、いい色ですね。はい、まあ、いろいろ多分もうプリウスの新型系の動画結構出てると思うんで、はい、まあ、今回、まあ、僕の主観も入れながら説明していきたいと思います。はい、僕の主観も入れていいんですか？はい、まず前回りなんですけど、まあ、やっぱりフルモデルチェンジということだけあって大胆なこのデザイン。そうですね、ちょっとかっこよくなりすぎっすね。そうですね、なんかもう、はい、なんていうんですか、ここがもうすでにロングノーズというか、うん、ここだいぶね、出っ張ってますよね。出っ張っとんな。これはすごいわ、はい、新幹線みたい。そうですね、空気抵抗が、うん、全く感じられなさそうな。で、今回もハイブリッドな、まあ、プリウスやからな、ハイブリッドやねんけど、エンブレムもノーマルで。お、最近のトヨタさんのハイブリッドはあのヒートブルエンブレムやったっけ、はい、もうあれやめてるみたいですね。そうなんですね、はい、普通のエンブレムですもんね。で、あとは今回 Z なんでちょっとグレードで差あんねん。あ、そうなんですか。ここがツヤリの塗装されてて、まあ、ブラックパール入っとんな、ほんで。あ、入ってますね、はい、ギンギラしてますね。で、ここはシルバー、はい、なってます。で、あとここになアクセサリーランプって呼ばれる。これはフォグランプではないんですか？うん、違うね、これ一応 Z グレードだけ。へー、アクセサリーランプ。一応 Z グレードはここツヤありでアクセサリーランプついてたりするんで。見ます。電気周り見てみましょうか。お、かっこいい。これ下もついてるん？下もついてます。お、え、あ、え、ちょっと待って。すげえ、ここ2段になってるやん。これ今ポジションです、ね、ポジションです。ここはロービーム、ハイビーム。すごいな。ここ2段になってるんですよ。ほんまやな。ウインカーはどこにあんのかな。ウインカーがわからないですね。ちょっとハザード。あ、そこ光るんか。でかウインカー。あ、ここが光るんや。はい。あ、この下消えてる。え？あ、ほんまですね。下が消えてる。もうあの明るすぎるぐらい。明るいですね。眩しいですもんね、結構。で、ヘッドライトが。うわ、明るい。あ、普通に明るいですね。いや、これはいや、もうほんま今風のデザインというかなってて近未来感がありますね。で、あとはパノラミックビューももう Z グレードだからついてんねんけど、だからソナー、あ、やりすぎソナーですね。片側3個ずつはいついてます。いっぱいついてますもんね、本当に。まあ、あとはやっぱりこのノーズ、落としてるノーズからの、はい、今回このフルモデルチェンジになってめっちゃピラー倒れてるよな。お、ほんまですね。これもうちょうどあのオデッセイ乗ってるヤンキー の, あの運転席の角度やな。これ背中の面ってことですか、うん、だいぶ寝かしてますね。昔オデッセイ乗ってる先輩の運転席こんな角度やったもんな。
それぐらい寝てる。はい、あ、なんか人が乗ってる感じ分かりやすいです、ね、あれなんでなんやろな、シートこうやんのと、はい、なんかミラーちょっとこうやんのなんでなんやろな、なぜなぜ、まあ、今回めちゃめちゃ倒してるから空気抵抗すごい前のモデルとは違う。でも全体的に低くないですか。いや多分こう倒れてるから余計低く見えるんやと思う。あ、アルミホイルとかデカなってるからな。そうですね、うん、なんか一瞬プリウスが低いんか店長がデカいんか分からんくなりますね。俺がデカい、またまた TikTok でまたぐらいコメントじゃないですよ。まあもうこの流れでちょっとサイド行くんですけど、はいはい、サイドミラーもう黒なってんねんな。ほんまですね。これフェンダーとかの色と一緒やな。ああ、これもここのフェンダーのこのモールもこれ Z グレードだけやん、ツヤあり。あ、そうなんですか。だから走っとったらもうちょんばれん。普通のやつは樹脂やから。ほんならもう一個のグレードも塗らなあかんすね。ソジブラック。え、でも大概街中走ってるまだソジばっかりやで。あ、そうなんですか、うん、だから真ん中何やったかな、金とか U で真ん中 G か。 G、 はい、 G とかやったらまあ納車早いんかな、分からんけど。まあ可能性ありますね。やっぱこっちが、まあ、もう俺は買うんやったらもう Z っていう、もう一択やったから、はい、パールも両方 Z です、はい、で、あとアルミホイル もう最初からやっぱりこのメタとポリッシュ削ってあって、表面は、はい、メタッシュですね。何す19。あ、もともと19。もともと19。これピッチ変わったんやったっけ。 114.3 に114.3 になってんな、はい、ホイール選びたい方だよな。選びたい方だよ。プリウスの悩みやったもんな、はい、でも195の5019でだいぶ外径大きくないですか。大きいな、はい、相当攻めれるんじゃん。24インチぐらい履かせれそうですね。それはやっぱ20ぐらいでやるのがいいんじゃん、はい、そうですね、はい、このナットもちょっとこう、なんていう、普通のメッキじゃなくてブラックメッキみたいになってて渋いですね。元が渋いですね、これもういいですね、これ、はい、なんか別に触らなくても全然いいぐらいの感じしますね。そうやな、はい、今回静粛性もだいぶ上がってるみたいなんで。おお、はい、上がってました。走行動画のレビュー動画楽しみやわ。そうですね、運転してみたい。2000やから今回。おお、早いじゃないですか。ほんならその金とのグレードだけ1800やったかな。あ、そうなんですね、うん、めちゃめちゃ走るらしい。じゃあ店長が日帰りで北海道自走で行ってみたらしますか。行く、はい、やったんで。いや全然やってしまいそうなんで怖いですやったんで、はい、あとあのピラーの部分も もともともう、ここはピアノブラックですね。ですね。あ、これも Z だけですね。あ、 Z だけなんですね。普通はあの普通 のマットブラックみたいな感じになってる。はい、うん、後ろ何。いや後ろのドアのノブがないです。あのジュークみたいな感じで。ジュークって知ってる。ジューク知ってます。CHR もそれでしたよね、確か。あ、CHR もそうやわ、はい、うん、あー、そこになったんですね。いや、ドアのとこスッキリするからこれいいですよね。フェンダーももうだいぶこれな、叩き出してあるから叩き出しって言い方ここの、なんていうの、後ろプリッとしてる。いや、なんかこっから見てもめちゃくちゃワイドフェンダーみたいになってますよ。これ車庫端に10インチしたらめちゃめちゃ渋いと思うんで、多分やばそうですね。ドア、これプライバシーのインチをなんかなってそうですけどね、うん、あ、なってますね。ここから天井落としたらちょっと怖さカットされるんで、プライバシー入ってます。あ、これこのガラス UV カットとヤカラカット入ってるもん。ヤカラカット入ってます、はい、そう、誰がヤカラやはい、続いてリア周りですね。ちょっとリア周り行く前にちょっと感じてんけど、はい、ここのサイドステップのこのえぐりやばない。おお、やばいですね。すごないこれ。こっから見た感じやったら、あの後ろのフェンダーボッコーン出て、このなんていうの、流れるこの後ろのラインというか、はい、ほんまに綺麗。めっちゃ相当力入れてるでこれ、はい、めっちゃくびれてますねなあ、はい、であとはこのテールランプな、はい、クリアレンズのやつ見たことある街中で。わかんないです。クリアレンズあるの。そうなんですか。それ一応 PHEV。 あ、 PHEV はレンズがクリアになるんですか。レンズクリア。おお、 そこがちょっと違うんですね。でもう今流行りの一文字のテールランプで、はい、なんかこのエンブレムとかもさ、ちょっとレクサス風な、プリウスって書いてますね、うん、普通のメッキじゃなくてさ、はい、メタリックでなっとって、このエンブレムめっちゃかっこいいじゃないですか。なんかスタイリッシュになったな、はい、あのいつものそうですね、シナジーハイブリッド、はい、ドライバーだ、なんたらシステム的な、うん、なんかそういうの。それかっこいいですね。僕も1個買って貼りましたね。これ？いや、HEV です。あ、これ？はい。まあ貼ったらいいんじゃん。はい、思いっきりガソリンですけど。これ、バックランプは下なんか？
あ、ちょっと電気回り一回行きますね。はい、ブレーカー一文字の、あ、ウインカー、わ、下が光ってる。ウインカーもだいぶ明るいな。下バックランプ、いや、バックランプなかったっすね。なんでやん下でした、下でした、うん、はい、リフレクターと一体式になってる、なってました。あ、でウインカーが後ろもめちゃくちゃ明るいですね。これはい、そこがウインカーです。このテールランプがもうほんま今っぽい、そうですね、デザインで、ハイマントランプももうこのリアゲートの部分に収まってます、はい、あ、形がすごい。で、あともリアのガラスもここにプリウスって書いてんねや。え、そうなんですか。あ、もうだからこのガラスプリウスしか使えないです。え、逆に他のやつ使える車種あるんですか。ないです。ですよね。いや、ノアとボクシーは。ああ、そういうことですか。そう、ノアのガラスにノアって書いとったらボクシーに使えないですもんね。無理やな、はい、これボクシーって書いてるんで。で、あと今回あのデジタルインナーミラーもつけてるんで、はい、カメラ2つついてます。お、隣同士のこういったのマーク、あのパワーバックドアなんで。ああ、さーって開いてた、はい、パワーバックドアもついてる。このパワーバックドアは Z だけやったはず。あ、 Z だけ標準装備、はい、Z だけ標準装備、他あのオプション設定もないです。あ、オプション設定もない。なんか前のプリウスよりちょっとこう下奥まった、あ、なんていうの、下がってる、高さが、はい、あ、そうですね、キースロー、あ、パンク修理キット、ここにバールとか入れるんですね。捕まんだよね。はい、バッテリーなんか手かけるようになってるから、こういうのあったら外したくなるやん。あ、バッテリーでしたね、はい、あとこっちも外しちゃうんです。コンセントついてるんです。わ、後ろに。本当ですね、はい、で、あとオプションでトノカバーとかはあるんかな。あー、ぽいですね。なんかそこの横にありますもんね、はい、これあの2列目倒したら結構フラットになるかもしれないな。お、ほんまですね。あ、フラット、おお、だいぶありますよ。人乗せれますね、ここに。2メーターぐらいはあるんで、はい、すごいな。今の車ってこういう感じになったけど、昔の車ってシート外してじゃないと繋がらんかったのに。こんな感じだったんですね。あ、シートもほんま、なんていうの、めっちゃ軽く動きますね。あ、ほんまですね、はい、女性の方でも簡単に動かせれるような設計になってて、はい、いい設計です。でラゲッジのランプは LED になってます。もともと LED、 全部が LED になってますね。で、あとあのパワーバックドアついてるんで、ここでこれで閉まるんかな。閉まります、ね、閉まりますね、はい。パワーバックドアもいるやろ。いりますね。 Z じゃないともうあかんねんな、はい、あとここも Z だけツヤありになってんの。あ、そうなんですね。 そうだから後ろから見てもバレる。あー、そういうことですか。ナンバーの位置めっちゃ低くなりましたね。ナンバー、そうやな、低くなったな、はい、そうですね。今回もあれなんかな、ここアルミなんかな。あー、可能性ありますね。なん、ちょっとアルミなのかチェックしようかな。あ、アルミなのかチェック入るんですか。アルミですかチェック。これがひっついたらアルミですね。え、ひっついたんですか今。どっちや、どっちや。あー、ひっついた。鉄板ですね。鉄板ですね、はい。鉄板に変わってる。お、ボンネットアルミ。ボンネットアルミですか、まさかの。あ、ま、次は前がアルミになったんですか。ボンネットアルミは。あ、ほんまですね、はい。天井もアルミなんですかね。いや、それはないわ、さすがに。さすがに天井アルミじゃなかった。あ、今回本ならリアぶつけてもあれやな、板金できるわ。お、逆に前ぶつけたらボンネットを板金できないってことですか。うん、あのアルミのやる工具いるね。あ、そうなんですか。そう、あとこのテールランプのさ、この上部なんか模様入ってんな、これ。お、ほんまですね。こっちになんかこう反射してんねんけど、はい、ピアノみたいになってる。ここにあれですね、なんかコップのフチコとか置けますね。内装行きましょうか。はい、じゃあ内装行きます。はい、後ろから見ます。ここですね。まず乗り込むのは早いよ、板つく。あ、そうなんですか。シート、パワーシートで1列目。え、パワーシートになったんですか。うん、パワーシートや。あ、動いてる。シートのメモリーも、はい、2パターン。おお、ほんまですね。はい、なったんですよ。で、今回内張りが結構、最近の車なんかこういう内張り多いよな。アルファードも結構ガボーンってなってんねや。出っ張り作りたがりですね。うん、まあ結構高級感のある感じで、はい、アンビエンライト。アンビエンライトって言ったら、あの間接照明みたいな。ああ、はい、はい、
本当ですね、助手席のもついててここ横一線に、はい、へえ。あとはまあまあ ETC とかその辺はついててステアリングヒーターもついてますし、お豪華装備じゃないですか。はい、もう高級車なんでシートも合皮ですね、もともと助手席あ合皮ですね、はい、めっちゃもう高級セダンやん。はい、ちょっとじゃあ行きましょう。後ろから、あ後ろはあれですね、ちょっと乗り込むってなったら、あこれは店長の足が長いから前に、あちょ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 こうやって運転すんねや昔のヤンキーってそれしてしまったら後ろの人誰も座れないですよ、うん、あこんな感じで、はい、で内装まあ大きく変わったのがやっぱりこのメーター。メーターすごいですねそれ、うん、すごいやろ。はい、なんかすごいコックピット感あんねんやんか。はい、まあ、ちょっとこの角度やったらもう ここ見えへん、このゼロしか見えへん、そっから下がちょっと見にくいな。まあスピード見えるんやったらまだあれですね。スピードは見えますね。ウインカーとかもここにあったりするんで、はい、はい、ありますね。へえ、すごいですね、はい、でもなんといってももう最新というかこのディスプレイオーディオ横長です、ね、レクサスのなんか NX とかそっち系となんか一緒っぽいけどな。あ似てますね、うん、ここにプリウスって書いてて、あここから見えないですね、反射して見えへん。あ見えました。なんかやっぱりこだわりがすごい、この模様とか模様もすごい柄してますね、うん、で今回はあの Apple CarPlay とか充電器両方とももう Type C になってますね。 USB じゃないあれですね、 Type C にだんだんなっていってますね。シガーはここについてます。はい、おえあびっくりした、ここ蓋になるんかなと思った、下小物入れでした。あそういうことです、小物入れだ。あこのディスプレイオーディオ一応 Z グレードだけやねん。あそうなんですか。 12.3 インチやったかな。おおでかいっすね。普通の、まあ、G とか、U グレードは8インチ、はい、あ結構変わりそうですね。そしたらただ、まあ、今地図全画面やねんけど、はい、ここちょっとこういう感じやねん。あちょっと持ってますね、うん、でも結構この横長であの触り心地もめちゃくちゃなんていうのしっとりしててさ、ボクシーのやつとかみたいな。あそうですね、ボクシーみたいな感じで、うん、いいです。あとこれタッチパネルやな。おタッチパネルや。あすごいですね、はい、レンズもなんかちょっとこうデザイン性のある感じになってて、はい、すごいですね、うん、これも押して大丈夫なんですか。それあかん、押してあかん、あのトヨタの緊急オペレーターからどうしました言われて、はい、SOS って書いてましたもんね。でここも生地置きあって、はい、シフトもここで操作できるし、おドライブモードもここで変えれるようになってますね。あすごいですね。おあここ変わってるんですか、スポーツか決定どうやろんこれ。えもう勝手に変わるんじゃないですか、そこでこれでいい。おスポーツモードになりました。おでサイドブレーキもあの電子なんで、あ、はい、まあ、ドライブ入れてもらったら勝手に外れてパーキング入れたら勝手にかかるっていう。あなるほど、はい、なってます、はい、ホールド機能もここについてて、まあ、EV モードとかトラクションコントロールのオフのボタンとかもここついてるんで、はい、この横何なんですか。ワイヤレスチャージャーって書いてる、置くだけ充電。あ置くだけ充電ついてるんですか、はい、置くだけ充電ついてますね。お横向きに入るんですね。横向きですっぽり入っちゃいます。めっちゃいいじゃないですか、はい、であとはセンターコンソール開いて、おここのタイプ C2 つあります。これお鉱石は逆に鉱石は、ここら辺ない100ボルトの電源だけですね。まあ、だから前の人はここで使うけど後ろの人とかやったらここから線出して使えるっていう感じかな、はい、ね、なるほど。あとデジタルインナーミラーはこれ一応オプション設定されています。あオプションなんですねそれは。はい、ドラレコ機能はなしやな。なしです。あドラレコ機能はなし、はい、なるほど。であとタイガーが座ってる2列目の真ん中、一応4人乗ったりするときとか、あここですね、ドリンクホルダー、はい、ドリンクホルダーついてて2列目どう。これ俺の運転シートポジションぐらいやねんけど、2列目はどんな感じの。あえぐってあるシート、ちょいえぐりぐらいですね。ちょいえぐり、はい、全然でも膝当たらないですよこれで。あタイガーの身長でなんていうの、そんなに窮屈じゃないんやったら普通の人たちはかなり広々と使える。そうですね、僕が大丈夫やったら基本大丈夫やと思います。そうやな、はい、ただ頭当たりますね、天井に。天井に頭が当たります。タイガー、はい、ちょっとそれメーカーに言っとくわ、はい、ちょっと何を言うんですか。185センチやったらルーフあの頭剥げてしまいます。でもお尻ちょっとずらしたらあの、うん、座高低くなるじゃないですか。やったら全然大丈夫です。
なるほど。で前も当たらないっていう感じで、まあ一応日本人の平均身長がやっぱ175センチって言われてるから、はい、やっぱそこに向けて作ってるからさ、だからもう俺みたいなザ平均は大丈夫、はい、あなるほど。あ後ろも連動してんねん。はい、後ろも、後ろも結構あれやな、拡散っていうか結構スポット的な、いや結構あのちっちゃいのに明るいんですよね。拡散してるもんこれ、はい、拡散します。あそうなの、やっぱ下変わりますもんね、やっぱ。おなるほど。シートもあのシートヒーターとベンチュレーション両方ついてるんで。えマジですか、ついてんねん。うわ本当ですね、両方やで、ね、1列目。これは助手席のやつ見るともう喜びますね。これちょっと待って、チェック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 。助手席はパワーシートじゃないな、あ運転席だけやな。だもう運転者に優しいプリウスですね、うん、であとはまあこの辺カメラ見れるやつ、はい、おついてたり、まあ、チームメイトとか全部ついてるからいいんちゃう。そうですね、めっちゃいいですね。いやおこの なんていうのダッシュ周り、はい、めっちゃ綺麗で、ほんまに高級車やん。ダッシュボードが奥行きめっちゃありますね。あとプリウスマジで本気出したなっていう、はい、見れました。結構なんて言ったらいいんやろ、ピラー倒れてるからさ、はい、見にくいんかなと思ってんけど、なんかちょうど見たいところ、もうちょっと起きとったらちょうど見たい、こう右左折の時にちょうど見たいところが見切りこうしにくいんかなと思ったけど、なんかそんな感じせえへんな。おなんかめっちゃ落ち着くなこの車内空間。そうですね、うん、なんか狭すぎず広すぎずなんで、そうちょうどいいですね。そりゃ売れるわな、はい、人気ですね、はい、あのプリウス探してる人、色はなもう亜種になっちゃいますけど、はい、予約しておいてもらえたら、そうですね、年明けには納車するんで、はい、その辺、まあ、言っていただければ見積もりとか作ってやりますんで。わかりました。ステアリング周りも結構リモコンなんて言ったらいい、スイッチ関係めっちゃわかりやすくしてあるから、はい、すごい充実してますね。あとホーンは大事やな、はい、タイがどっちやと思う。いい、俺もいい。あ行きます、はい、32、1。はい、まあそりゃそうですよね。そうやな、はい、あ最近の車なんかEに戻ってきたな。そうですね、コスト削減なんかな、はい、だからまあ皆さんプリウス買うとき本買いましょう。はい、はい、アリーナ3ですね。まあ内装はこんな感じになってます。はい、はい、いかがでしたでしょうか。プリウスじゃないですねこれ、クラウン近づいてる。はい、クラウンな気がしてきました。まあ、やっぱもうハイブリッドセダンの王なんちゃう、でもプリウスって。まあそうですね、すごい、これは本当に誇れるぐらいすごいと思います。そうやな、はい、乗り出し、まあエアロとかなかったらな、はい、400ちょろぐらいかな。あ、はい、なるほど。やっぱ金額は結構やっぱいきますね。まあでもエンジンも2000になってるし、はい、いやほんまに多分言うことないと思うで。いやそうですね、まだうちのお店からこう走らせてないんでちょっと何とも言えないんですけど、はい、また後日あの走行のレビューやりますんで。わかりました、はい、あの皆さんチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします、はい、今回は新型のフルモデルチェンジした60プリウスの Z グレードですね、はい、カラーがアッシュ、アッシュ、はい、はい、の、まあ、どんな感じに変わったかなっていう、なんかこう購入したいなとかっていうお客様の参考になればなと思います。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。